だからもうやること決まってるんですよ岡山では、うん、この世の中には男と女しかいないんですよ。陶芸ドライバーかもしれない、うん、なぜなら結構多いね。いや多いですね。いろいろあるんだ。中入って待てるホテルと、うん、中入って待てないホテル。ああ久しぶりです。どうも。今日どんな感じですか。今日何曜日ですかね。今日日曜日。日曜日でも遊ぶとこはあると。ほんま。いや、それはぶっちゃけですね。大阪とか東京とかはなんかその友達同士で。大阪とか の雨村の周辺とか、なんか友達か彼女か彼氏か分からん中で、どこ行くんって言ってもラブホテル街を、なんかどんなのがあるんだろうなみたいな感じで、歩いてる人とかいっぱいおると思うんですけど、岡山のスタイル的には、ここ見てください。誰もいません。行こうよ。車がこうやって止まってます。うん。もう車で、もう決まったことをやる。ザシンプル。ザシンプル。だからもうやること決まってるんですよ。岡山では。うん。まあでもやっぱり岡山とかっていうのは、やっぱその東京とか大阪の人の方に比べると、やっぱどうしてもやっぱり、わかると思うんですよ、住んでる人は。うん。やっぱ田舎じゃないですか。田舎やね。そうですね。だけど、まあ言うたら今頃、いろんなやっぱ携帯サイトとか、出会い系アプリだとか、いろんなものがあると思うんですよ。うん。うん。で、そういうの力を皆さんお借りしてる人は分かると思うんですけど、そこを使って、この子だったら、この人だったら、男も女も関係ないです。関係ないです。この世の中には、男と女しかいないんですよ。いわゆる、まあ、こういうとこですね。ザシンプル。陶芸ドライバーかもしれない。うん、なぜなら、燃費がいい車なんです。ザ経費が出しやすい。あ、燃費のいいやつはやっぱり優遇される。あ、うん、ドライバーがどうとか、時給が安いとか、やっぱり結局は取れるとこ取りたい。あ、やっぱ燃費節約。やっぱり優遇されますね。あ、でプラスその働いてる人もリッター1リッター10円とか。あ、1キロ、あ、失礼しました。1キロ走って10円とか。だから10キロ走ったら100円じゃないですか。うん、で、今プリウスとかだったらリッターが20ぐらい走るんですかね。うん、だから10キロ走って10円。ザ、ね、!20キロ10円抜けるわけですよ。1キロ走るたびに、うん。そういう車乗ってると、キロプラスで計算してもらえたら、ある程度ご飯食べれるんじゃないかな、うん。要はね、週末とかはホテルの料金が高いんですよ。あ、そうなん、あ、まあでもそうだな、はい、うん、今日日曜日は高いです。高いね。土日、金曜は安い。だから土曜日休みな人は金曜日の早い時間とか休憩で使うんですよね。うん、でこちらがまあ言うたらここの中でも下から2番目ぐらい安いホテル、うん、ここがファインガーで、ここ庭瀬なんですけど、泉田青江とかですね、あちらの方にもオリビアアイネ、姉妹店ですね、あとフェサクジーラとか、うん、ご飯も美味しいっていう。あ、そうだ、ご飯美味しいんだ。よく使う、内装が結構かわいい感じの。あ、この先が、あ、スイーツが結構、スイーツが甘いお菓子とか、うん、ケーキとか結構多いね。いや、多いですね。あ、ほら、お仕事アルバイトもし、まあね、人の下の後の処理できるかなって言って、ね、ザッザッとシンプル書きますかね、はい、もう表側だけ大体
表側っていうの。そうそう、この辺、この通りだけ基本的には。いや、通りはこれで一周ぐるっとできるんですけど、もう同じホテルしかないんで。あ、ちょっと裏口、表口みたいなことですか。もうここは多分あのハロウィンの時期とかになったらパンプキンっていうだけ。ああ、盛り上がるんだ。いやもうそれはあの部屋が空室状況か満室状況か行った人だけ分かるっていうことですね。多分あれも仕事の。なるほどね。バックしてるけど、あの中入るとあの回ってます回ってます。要はあのホテルもやっぱ結構厳しいんですよ。いろいろあるんだ。あの中入って待てるホテルと、うん、中入って待てないホテル。ああそうなんだ。外の外でその、泉田でいうとパルクスは待てない。外でそのコンパニオンというかレディースがね。ああそうですね、キャストの方がいたりするからね、はい、この辺はどうなんかな。これは中で分かれて2つ分かれてます、うん、こっちがシークレット。あ、シークレット、うん、あこっちがスイートとなってます。シークレットとスイートと分かれてます、うんうん、あでこっちがあのもうオープン的な、まあまあ、右よりは表見てお客さんから見た左手ですね、うん、左側は、まあ、まあちょこっとなんでそんなに変わりはないんで、はい、でここが一番お安くいけるところ。安がちなんかだいぶ勝負ですね、うん、まあ、ちょっと離れたらいろいろホテルはあるんですけどね、この周辺に、うん、これが一応あのホテルが厳密に言うとアイネ、ファイン、パンプキン、恋のカルソリー、この4店舗あるんですよ、うん、やっぱ比較的安いホテルとなったんですけど、やっぱり土日は高いんで、でもこんだけ車が今見てもらったら分かると思うんですけど、結構満車なんですね。ああ、結構いっぱいなんだ。はい、だからこうぐるぐるするわけですよ。あお客さんも車でちょっと、あちょっと行ってみようかな。こういう部屋もあるんですね。あの恋からなんですけど特別ルーム。あ、こんなんちょっと高いんですよ。へぇ、ちょっと高い18000、うん、よう歩いたっすね、ここ歩きで来たことないんですけど、まあ、みんな男もいろんな人も男性も勝負するとこですね。勝負するとこで見てください、女性が運転して来とるんですから、どういう女性もそれほど腹くぶって来とるってことなんで、男性陣もその辺のことの心は理解してしっかり女性の気持ちを持て余さないように遊ぶっていうのが大事かな。でこれからどうされるんですか。ちょっと僕はいや結構気持ちがいい感じなんですよ、今酔ってるっていうか、あ結構ポカポカなってて代行呼んでるんで、あゲイ君には申し訳ないですけど違うとこ行く。いやーもう一人、あもう一人、もう一人、いやもう厳しいで、もう一人、いやもう一人どういうこと、もう一人、もう一人、あのまあ代行呼んでるんで、うん、飲酒運転は皆さんダメなんで、はい、あのここで僕はちょっとあのザシンプル、心配するな、でも安心はするな、そういうことで命やられる、すぐ駆られる、駆られる。
そんな人生生きたことはお前らはあるか、まだファッキーシーや。何がカメラ棒だ。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。